あ、しかしどうも決まりが悪いのです。僕らがお二人を偉人町に呼んだせいでこんなことになってしまったのではないかと。それとこれとは違う話だろう。俺も海藤さんもそんな風に思ってないよ。悪いのは相馬だ。ほう、やがみし。ヤガムさん、もう間宮ユイのところに行く？僕はいつでもいいよ。ああ、行こう。オッケー、そう来なくちゃね。もし本当にヤガミさんの仮説が合ってたら、間宮ユイは河合深夜の殺しにも三越葉ヒロの殺しにも関わってる。まあそうでなくても教師時代の桑名さんのことは聞き出せるはずだよね。どうも、先日お邪魔した源田法律事務所の矢上です。え？また間宮さんにお話を伺いたいんですが。こないだ全部済んだと言ってたじゃないですか。だいたいなんでいつも急に家まで押しかけてくるんです？お引き取りください。実を言うと今日は弁護士じゃなくて探偵として来たんです。は？俺の他にもう一人います。彼は横浜99課の杉浦と言いまして。知りません。杉浦は偉人町の探偵なんですよ。ある事件を追ってて、最近ニュースになりました。清涼高校の沢陽子先生が自宅で殺害された件です。沢さんは間宮さんの高校時代の同級生ですよね。13年前に黒川学園を卒業した後、沢さんは偉人町で高校の先生になってたんです。聞こえてますか？どういうご用件ですか？陽子ちゃんとは卒業以来会ってません。私がお話しできるようなことなんてないですけど。事件の前、俺はたまたま彼女の自宅に来てた北方先生と出くわしてます。北方先生は覚えてますか？黒川学園であなた方を担任してましたが、楠本充君の件があって学校をお辞めになった。彼も沢さんの事件に関係してるようなんです。他の人を当たってください。なんで私なんです？もちろんこれから他の人も当たります。俺たちは沢さんが巻き込まれた事件を調べたいだけなんです。間宮さん、彼女とは特別仲が悪かったわけでもないんですよね？いえ、どちらかといえば悪かった気がします。そうですか。よかった。でしたらぜひそういう立場の方からもお話を伺いたいんです。もうすぐ主人が帰ってくる時間なんです。手短にお願いできますか？そのように努力します。ご協力ありがとうございます。お待ちください。どうしたんだろう、間宮さん全然出てこないけど。そうだな、またドアホン鳴らす？すみません、お待たせしました。部屋が散らかっていたものですから。今日はお子さんは？今は英会話教室です。もうすぐお迎えに行かないといけません。それは旦那さんに代わってもらったら？もうすぐ帰ってくるんだよね。そんなことあなた方に言われる筋合いはありません。そうだね、出過ぎたことを言っちゃった。それで？
何を聞きたいんです？楠本満を覚えてますよね？ええ、高校時代の同級生です。河合真也というクラスメートにいじめを受けて校舎から飛び降りました。13年経った今も意識が戻らないそうで。陽子ちゃんの話じゃなかったんですか？ええ、そうです。ただどうも事件の周辺には黒川学園の出身者が異常に多いようで、みんな間宮さんと同じクラスにいました。まず北方先生がそうですし、それと赤池さんという方にも会いました。彼のことも覚えてます？まあ同級生ですから一応。そしてその方々がみんな楠本満君の一件を間近で見ていたわけですよね？そうですね。でも誰にとってもあまりいい記憶じゃありません。わかります。そうでしょうね。最近北方先生と会ってませんか？会ってません。というかあまり思い出したくない方です。あの人は学校をお辞めになった後異人町にいたと言ったら驚きます？ いえ、別に。でも偽名を使っていたとしたらさすがに驚くんじゃないですか？知りません。私には関係ありませんから。痴漢被害はでっち上げですよね？はい。江原明宏にお尻を触られたって例の件です。あなたは彼とグルだったんじゃないですか？示し合わせて痴漢騒ぎをでっち上げた。お帰りください、今すぐに。ちょっと八神さん。誰も痴漢の被害者と加害者がグルだなんて思いません。そんなことしたって無意味ですから。でもそれが殺しのアリバイ工作になるなら意味が出てきます。殺人より痴漢の罪をかぶる方がずっと軽い。そうやって江原は自殺した息子の復讐に御子柴博を殺害したんです。ただしその偽装工作を成立させるためには痴漢被害者であるあなたの協力が必要です。すぐに出て行かないと警察を呼びます。早く出て行って。江原とあなたとの接点が俺らにはしばらく分かりませんでした。けど沢陽子が黒川学園の卒業生だと気づいた時、関係者たちのつながりが見えてきた。沢さんは教師として江原の息子を教えていて、あなたとは高校時代の同級生でしたから。そしてそのことについて話を聞こうとしてた矢先、彼女は神室町の半グレに殺されてしまった。その半グレたちの目的はあなた方の高校時代の担任北方先生です。何なの？間宮さん、北方先生がどこにいるか知りませんか？彼は桑名という便利屋を名乗っていましたが、沢さんが殺された事件の後連絡が取れなくなっています。知りませんよ。十何年も前の先生なんですから、もう顔だって思い出せないくらい。なるほど。でも多分北方先生はあなたのことを忘れてないと思いますよ。その証拠があります。え？これですよ。13年前の黒川学園の一コマです。この映像に見覚えはありますか？この動画を俺は北方先生の事務所で見つけました。
大事に隠し持っていたようです。表示されてる日付は楠本充が校舎を飛び降りた当日。彼がいじめられている様子をあなたも笑って生やし立てていた。旦那さんとお子さんがいない時でよかったね。こんなの見られたら驚いちゃうよ。この動画の件で北方先生から何か言われたことはないですか？お願い、それを消して。画面を見る限り、この動画は隠し撮りされたものです。これが存在することを間宮さんはご存知でした？ここに映ってる満くんは今も意識が戻らずにいるみたいだけど、当時責任を問われたのは河合信也一人だったよね。いや、それと教師を辞めることになった北方先生もか。でもあんたらは知らんかを決め込んで、こんな幸せな家庭を持ってる。何？向こうが気になるの？間宮さん、いつかこんな風になると思ってた。どういうこと？誰？この人が仲間を呼んだんだ。めちゃくちゃになっちゃったね。見覚えのある顔が出てきたな。こいつは赤池さん、30歳、黒川学園の卒業生だ。やっぱりみんなつながってた。どうする八神さん、こいつらってスクモ君の小指折ったやつらだよね。ふん、仕返しに指折ったりすんなよ。それよりここにいちゃまだ他にもお仲間が襲ってくるかもしれない。ひとまず安全なところに場所を変えよう。もちろん間宮さんにも一緒に来てもらう。え？騒がずについてきてください。でないとこの動画がうっかり流出しちゃうかも。で昔からお前ら人の了解も取らねえでいきなり押しかけてくるんだ。僕らが知る中じゃこの場所が一番安全なんだもん。頼れる仲間がいるっていいね。そんなに長いしないって頼むよ東。そういう問題じゃねえ。ズうずうしいにも程があんだろ。礼儀の問題だ。どうします？もう一回しますか？そういえばね東さん、海藤さんが横浜でお腹刺されたんだよ。はあ？なんだと？
カイトーの兄貴が誰に。まあその辺は俺らの話を聞いてりゃおいおいわかるから。こちらは間宮ユイさん。さっきは仲間を呼んで俺らを襲わせたって人だよ。はいはい、そうですね。そんなのはどうでもいい。兄貴に何があったんだ。てめえもう返しは済ませたんだろうな、ヤガミ。くっそ、アルケーのガキどもか。兄貴もなんだってあんな奴らにやられちまうんだ。ひとまず東さんも落ち着いたみたいだし、そろそろ本題に入る。マミヤさんも観念してるでしょ。私をどうするつもり。知ってることを全部教えてほしいんです。あなたをどう扱うかはその後で考えます。もうさっさと終わらせて。聞きたいことは何？まず例のいじめ動画だけど、あれはどういうものなんです？俺はあのデータをクアナと名乗っていた北方先生の部屋で見つけました。つまりあれは彼自身が隠し撮りしたものだった。そう。じゃあクアナはあんたらもいじめに関わっていたことを13年前からずっと知ってた。そう。でもさ、それならなんで世間的に河合真也だけがいじめ加害者になってんの？あの動画を桑名さんは誰にも見せなかったわけ？私たちもあんな隠し撮りされてたなんて知らなかった。動画があるのを知ったのも、すぐに公開されなかった理由を知ったのも、学校を卒業したずっと後。動画が公開されなかった理由は？北方先生があれを公開しなかったのは、私たちのことを一生指導し続けるため。え？もし事件当時あの動画が世に出ていれば、確かにそれはそれで大変だったでしょうね。実際河合はネットで顔も実名も晒されて、損害賠償を何千万とさせられてるし。あんたたちも同じ目に遭ってたかも。いえ、多分私たちはその他大勢のいじめ加害者だったから、一時的に叩かれはしてもいつかほとぼりが冷める。まだ子供だったってことで。でもそれはあくまでもあの時すぐに動画が公開されてたらの話。今はその時と状況が違うってこと？私には小さな子供がいる。優しい夫も、居心地のいいマンションも。今あの動画が世に出たら全部失うことになる。それにうちの子はどうなると思う？友達を自殺させた女の息子は絶対いじめの標的にされる。人生が台無しになる。しかもあれはただのいじめ動画じゃない。ミツルはその日の夜に校舎から飛び降りて、今も意識が戻ってないんだから。あんたたちは自分らがガキだった頃より失うものが大きいわけか。私以外のメンバーにしても同じ。黒川学園ってなかなかレベルが高くてね、大抵卒業後はいい大学に進学していい会社に入ってる。自分で起業したやつもいるし、新しい家庭を持ったやつも。そっか、そいつらもあんたと同じなんだ。あのいじめ動画を公開されたら全部ぶち壊しになっちゃう。そうよ、わかる。要するにあの先生は私たちの未来が輝き出すのを待ってたの。ダメージが一番大きくなるタイミングを。そしてある日連絡を取ってきたわけ。
動画に映っていたいじめっ子たちにね。クアナから連絡があったのはいつ？5年前、まだ赤ん坊だった息子と一緒に散歩してた時、公園で先生は私に声をかけてきた。昔とは別人みたいな暗い目をしてね。そしてその場で持ってたスマホに例の動画を再生してみせた。本当異常者。僕には動画に映ってたあんたらも十分異常者に見えたけどね。本当にそう？似たようなことをあなたは絶対にやってない。自分より弱い子に意地悪したことは、みんなと示し合わせて人を無視したことは、誰だってやってる。私たちはその相手にたまたま飛び降りられて、たまたま隠し撮りされてた。よりによってなんで私がこんな目に。あんたがそういう人だからだと思うよ。安全なところから人を追い詰めて、自分が何かされた時は盛大に泣き叫ぶ、そういう人だからだ。5年前って言ったな。クアナがあんたに動画を見せてきたの。それで思い出した。白崎先生がカムロ町で調べてた件だがよ。ん？さっき名前の出てきた河合信也、あいつが知り合いらしい連中に車で連れ去られたのも5年前って話だったぜ。やっぱりあんたらだったんだな。カムロ町から河合を拉致したのは、そして殺した。違う、私たちじゃない。そんなことできるわけない。私たちじゃないってことは、違う誰かが殺したってこと？つまり河合が殺されたのは間違いないんだな。私たちは先生に河合がカムロ町にいると聞かされて、力ずくでも何でもいいからとにかく連れてこいと言われただけ。クアナはその理由を何て言ってた？あいつと一緒に全員で心からの謝罪をしてほしいからって。もし断ればあのいじめ動画が流出する。それでみんなで河合を迎えに行った。ただあいつは先生のところへ行くのを嫌がった。河合には別に失って困るようなものなんてなかったから。あんたらにとってはそれじゃ済まない。ええ、だからだいぶ揉めて、結局は車に押し込むみたいになっちゃって。カムロ町で目撃されたのはその時のやり取りだったんだろうな。でそれ以来河合は消息不明になってるわけだが。先生が指定した場所は横浜の埠頭で、私たちはそこへ河合を連れて一緒に精一杯頭を下げた。そしたら先生は河合だけ残して、あとはもうみんな帰っていいって。桑名と河合がそこで二人きりになったんだな。そう。そしたら次の朝、携帯に先生からのメールが届いてた。それにはなんて？文面は何もなくて、ただ動画がついてた。スマホで撮った。そこに映ってたのはカムロ町で河合を車に押し込んでいる私たち。先生はあの時の私たちをこっそりそばで隠し撮りしてたわけ。その動画にはみんなはっきり顔が映ってた。河合が声を上げてたのを口塞いだり、事情を知らない人から見ればほとんど誘拐。その動画を見てたらもう一通先生からメールが届いた。今度は画像が一枚だけ。でもそれを見て凍りついた。もう先生からずっと逃げられないんだって分かった。河合が
死んでる写真だった。その2通のメールを見たら誰だってこう思う。私たちが河合を車に押し込んだ後、それを殺したって。桑名にしてみれば、それで完全にあんたらの弱みを握ったってことか。その時以来、私たちはもうずっと先生の言いなり。どんな要求も断ることはできなかった。何を要求された？あの人はあの人はね、私たちに人殺しの手伝いをさせるの。人殺し？どういうことなんだ？あんたらは誰を殺したってんだ？いじめ自殺を引き起こした加害者たち、それを先生は殺して回る。全国各地で手当たり次第、何年前に起きたいじめだろうがお構いなし。共通してるのは、自殺に追い込むようないじめに関わった人間だってこと。先生は河合を入れてもう7人は殺してる。7人？嘘でしょ。そんな、いじめ加害者への復讐、それを桑名は手当たり次第に。先生はそれが私たちにできる唯一の贖罪だって。人を自殺にまで追い込んだ奴らには必ず制裁が加えられる。いつかみんながそれに気づくまで、私たちは手を汚し続けろって。そうすれば第二第三のミツルを未然に救えるかもしれないから。どうしたもんかな。俺はちょっとそいつを応援したくなってるぞ。いや、ダメだって。じゃあ三越芝ヒロを殺したのもその一つか？三越芝は4年前に江原の息子をいじめ自殺に追い込んでる。それを桑名は江原に殺させてやったんじゃないのか？だからあんたはそのアリバイのために痴漢被害者を演じた。私だけじゃない。三越芝を車で拉致するにも人手がいったし、痴漢を取り押さえる役、それをスマホで撮影する役も、みんな先生の指示で動いてた。そういうことだったのか。先生とは暗黙の了解があって、私たちは直接殺しに手を下すことはしない。何かしら協力させられるだけ。標的をおびき出すとか、死体を埋める穴を掘るとか。でも先生から受けた指示は絶対に拒めない。そんな真似したら河合を拉致する私たちの動画が警察に届けられる。そして私たちの指紋とかがべったりついた河合の死体がどこからか出ることになるの。そのために先生は河合の死体を冷凍保存までして隠してる。自分で殺した死体を冷凍保存？そいつがある限り、あんたらはずっと言いなりってわけだ。桑名は13年前からずっと変わってないのかもな。いじめ動画を隠してたのも、偉人町の便利屋になったのも、全部初めからいじめ加害者たちを殺し回るためだ。そしてその地獄に教え子だったあんたたちをも巻き込む。いつか破滅する日までずっと。それが今日なのかもしれない。ただその前にもう一つ聞かせてくれる？何？カムロ町の RK って半グレたちが桑名を追ってる。その理由は、今あんたから聞いた話のどこにもあいつらは出てこなかった。そしてなんで沢陽子が巻き込まれなきゃならなかった？それは私もよくはわからないけど、
ただ先生は半年くらい前に陽子ちゃんに電話で連絡を取ってる。星稜高校で起きた自殺のことを聞くために。星稜高校の自殺って江原敏郎くんのやつだね。あの件はもともといじめは関係なかったことになってたでしょ。裁判でも学校に責任なしとされてた。でも先生はたまたまそこの教師になってた陽子ちゃんから本当のところを聞き出したの。そんな話をどうやって。陽子ちゃんにしてみたら先生は自分と同じ立場だった。教え子に自殺されちゃった点では。だから気を許して全部話したんだと思う。そしてそれを聞いて先生はやっぱり三越場も罰しなきゃいけないやつだと確信を持った。じゃあ沢先生がその話をしてなければ江原も事件を起こしてなかった。今偉人町で起きている一連の事件もかもしれない。いやそうじゃない。沢先生は桑名の正体も目的も知らなかった。話のわかる昔の恩師に悩みをこぼしただけのつもりだった。少なくともそれで殺されるような筋合いはなかったはずだ。私たちが殺したわけじゃないから。誰から。非通知だ。もしもし。よう、俺が誰かわかるか。八神桑名。ああ、俺のことを探してるみたいだな。あんた今どこだ。お前が一人で来るならすぐに会える。ただその代わり間宮ユイのことは解放してやってくれ。何。分かった。あんたと会えたらその時解放する。もちろんそれでいい。ならすぐに来てくれ。俺は今八神探偵事務所にいるよ。何。お前の椅子なかなかの座り心地だな。戸締まりはしといたはずなんだけどね。いいか、俺が会うのはあんた一人だけだ。それとあんまり待たせるなよ。気が変わるかもしんないからな。一人で会いに来いってさ。ちゃんと確認が取れたら間宮さんは解放していい。大丈夫なの。八神さんだけで。多分桑名はどっかから俺らを見てたんだ。ここに間宮さんがいることも知ってたわけだからな。お前を連れてって機嫌損ねたらまた消えられる。それだけは避けたい。そっか。まあこっちは任せとけ。それより急いだ方がいいんじゃねえか。約束通りここにいる。そっちは間宮優衣を解放してくれるか。どうした。お互い歩み寄る気がないならここで延々にらめっこが続くぞ。まあそれも一興だけどな。もしもし、八神さん。桑名に会えた。間宮さんはもう自由にしていい。わかった、了解。世話をかけた八神。まあ座ってくれ。あんたとはじっくり話したことがなかったな。カイトの具合はどうだ。あの人は順調に回復してるよ。けど沢先生はもう帰ってこない。不可抗力だった。彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかった。じゃああの日あの人のマンションにいたのは何でだ。 RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた。彼女が死ななきゃならなかった理由はあんたのせいなのか。どうなんだ桑名。俺のせいなら安心か。なんだと。
自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれない。お前は心のどっかでそう思ってんじゃないのか。もしそうならそれは違う。彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だ。あの子が殺されたってニュースで知った時は正直心が折れるかと思った。取り返しがつくものなら何だってやる。ただ俺の場合それには何年も前に遡らなきゃならない。あんたがまだ教師だった時にか。ああ、俺は自分って人間が壊れる音を聞いた。それを味わった人間は良くも悪くも大きく変わる。お前ならわかるだろう。少し調べさせてもらったよ。昔お前は弁護士してた時無罪を勝ち取ったんだってな。でもそれがきっかけで一人若い女の子が死んだ。俺もお前と同じだ。俺たちはお互い死ぬまで治らねえ傷を負った。はあ、そうかもね。俺にとってはそれが13年前だ。楠本充が飛び降りる前日、あいつがいじめに遭っていると俺に知らせてくれたのが沢君だった。それまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた。少しいじりが過ぎただけ、男の子同士じゃれ合ってるだけ。まあ確かに河合と満とじゃ体格差はある。だからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ。俺が聞いた話じゃ薄笑いだった。ああ、同じことだな。そんな俺に沢君はこう言ったんだ。先生、本当に気づいてないのってさ。まるで俺を憐れんでるような顔だったよ。彼女が言うにはクラスの半分近くがミツルをいじめてた。いつだったか駅のホームでミツルを見た時は今にも飛び込んじゃいそうだったって。今となっては勝手な思い込みだったが、俺は自分が子供たちに人望のある教師だって考えてたんだ。生徒の心は掴んでいると思ってた。ところが沢君の顔はそうじゃないことを俺に訴えていた。その日俺はいつものようにはうまく笑えなかったはずだ。だからひとまずは様子を見ることにした。次の日俺は家にあったビデオカメラを放課後の教室に仕掛けたんだ。やっぱりあんたがあれを隠し撮りしてたんだな。ああ、お前も見たろ。ああいうのをおぞましいって言うんだろうな。ただし俺がカメラを回収して中を見たのはもうミツルが飛び降りた後だった。ほんの一足違いだったんだよ。あいつはその日のうちに屋上から身を投げたんだ。翌日動画に映ってた生徒らは俺に隠し撮りされてたとも知らずに全部河合一人のせいだ、自分たちは無関係だと言った。実際それまで教室の外で目についてたのは河合がミツルを連れ歩く姿だった。そしてミツルが飛び降りた責任は河合とそれを笑って見過ごした無神経な担任教師、つまり俺が負わされた。俺が使命感を持って生き始めたのはその時からだよ。あんたは罪を逃れた自分の教え子たちを許すことができなかった。それであいつらに重い十字架を背負わせるために
自分の人生すら投げ打った。そうだ、楠本満は今もまだ眠り続けている。死んだも同然の状態でだ。なのに俺たちがあいつを忘れていいわけがない。その結果沢先生を巻き込んだとしてもか。改めて聞かせてもらう。この間あんたが彼女のマンションに来たのは何でだ。次はもうはぐらかさないでくれ。はぐらかしたつもりはない。ただ少し順を追って説明する必要はあるな。4年前、教職に就いた沢君の学校で今度は彼女の教え子がいじめを受けて自殺した。わかるよな。清涼高校の生徒だった江原敏郎。ああ。その責任をめぐる裁判で沢君はいじめはなかったと証言させられた。俺は彼女からそのことを聞き出し、三越は広を新たな粛清のターゲットに決めたんだ。もちろん彼女はそんなこととは知らずにいたよ。けどその数ヶ月後、沢君は三越場が殺されたと知り、今度は向こうから俺に電話をかけてきた。何の用で。彼女は三越場が殺されたことについてうっすら俺の関与を疑い始めていた。だから恐る恐る俺に電話をかけてきたんだ、探りを入れるために。彼女はやっぱり勘がいい。それであんたは沢先生に何て答えたんだ。知らぬ存ぜぬで通した。ところがだ、その電話で彼女から妙な話が出た。事件について調べ回ってる探偵がもう学校まで来てるってさ。ん？もちろんお前のことだ。警察でさえやっと三越場のことを知ったばかりだってのに、なぜかただの探偵が事件に潜り込んでた。警察ならともかく、あの時点で探偵が嗅ぎ回ってくるにはちょっと早すぎる。だから俺は想定外の相手は排除し、ついでに彼女にもそれとなく関わらないように匂わせることにした。どうやって。お前と沢君が待ち合わせた店にネットで雇ったハンピン・リューマンを送り込んだ。お前が案外やるもんで、かえって彼らを逃がすために俺が出てく羽目になったがね。そのドタバタの裏では警告代わりに沢君へ三越場の写真が渡されていた。その役割を果たしたのは間宮結衣だ。13年ぶりに会う同級生に沢君は気づかなかったよ。サングラスの女、あれも間宮結衣だったのか。あの日起きたことは全部沢君へのメッセージだった。ただいいやり方じゃなかったかもしれない。ああ、多分沢先生はあんたが三越芝殺しに関わってると確信したはずだ。あの店で彼女が俺と待ち合わせしてたことはあんたしか知らなかったんだから。いずれ沢君が俺を疑ったとしても警察に売ることはないと思ってた。俺たちには教え子を自殺で失ったという同じ過去がある。だから彼女には俺と関わりを持たないようにさせれば事足りたんだ。それで終わりのはずだった。ん？沢君が殺されることになったあの日、彼女は俺にすぐ来てほしいと電話をかけてきた。涙声でな。なぜ泣いてるのか、なぜ会う必要があるのかを聞いても答えちゃくれなかった。なのにのこのこ出向いていったのか。あんたらしくもない。お前は俺のことを何も知らないだろ。じゃああんたは沢先生からの呼び出しを受けてどうするつもりだった。もし彼女が俺を三越場殺しの犯人として疑い
それで思い悩んでいるなら、全てを打ち明けてもいいと思っていた。沢君になら俺のやっていることも全て理解できたはずだ。けど今にして思えば、あの呼び出しは彼女が RK に脅されてやらされたことに過ぎなかった。俺と電話してた時も沢君の部屋には連中がいたんだろう。彼女が泣いていたのも、俺の質問に答えられなかったのも、そのせいだ。 RK はなんであんたを追ってるんだ。わからない。何？それが分かってりゃこんな無様に逃げ回ってない。本当か？連中の動きが見えていないのは俺もあんたと同じだ。しかも奴らは人を殺すのをほとんどためらわない。ってことは、多分 RK には何かでかい黒幕、後ろ盾がついてるんだ。それについては俺たちも同意見だ。失礼。ああ、こっちはまだ八神さんと一緒だ。そっちは杉浦君たちにつけられてないか？わかった。ならすぐに合流しよう。間宮君からだ。おかげさまで無事に解放してもらえた。杉浦君にはよろしく伝えといてくれ。まだあんたをどこにも行かせるつもりはないよ。もうお前らは手を引け、八神。沢君のことも含めて、あとは俺の方でやる。そっちも引っ込みがつくよう、できる限りの説明はしたはずだ。ここであんたに消えられると、もう捕まえる手がなくなるんでね。せめて連絡先ぐらいは置いてってもらわないとな。それには及ばない。俺の姿はこれで見納めだ。そりゃ人を舐めすぎだ。待て。Thank you.
こ行った？またお前らか。もうマスクはいらないんじゃないの？黒川学園の卒業生さんたち。聞いての通りだ諸君。そこの探偵さんはもう全部ご存知なんだよ。桑名、みんなどうする？そいつがペラペラ喋り回ったら終わりだぞ。自分たちが助かりたきゃ探偵さんの口を塞がないとな。殺すのは先生がやってくれるんですよね？あれ、もしかして赤池くんだよね？ああ、名前まで知られちゃってたんだな、赤池。どうなんですか先生？分かってる。最後はいつも通り先生に任せてて、お前らの手は汚さなくていい。分かりました。じゃあやります。たく、どういう教育だ。おい、クワナ、クソクワナ、なんだ、また会いに来てくれたの？間宮さん。一旦桑名の代わりにあんたで我慢するしかなさそうだな。